はい、今回は、6段の、解説をお願いしますっていうリクエストがあったので、ちょっと触れていきたいと思います。まあ、今回は6段と言いつつ、ちょっと1段しかやりません。っていうのも、まあ、2段から6段あんま変わんないので、まあ、1段がしっかりできていれば、あとフレーズが変わるだけで、まあ、基本的には一緒ですよっていう、ことで、ちょっと省かせていただきます。で、この、6段、まあ、1、2、3、4、5、6段あるうちの、まあ、1段。まあ、これはね、この、まあ、1分ない、こうスムーズに弾けば、まあ、50秒ぐらいで終わるかなっていうような曲なんですけど、まあ、駒掛け、それからトレモロ以外の全ての津軽民謡のこうテクニック、津軽三味線のテクニックを学べる大事な一曲なんですよね。で、まあ、よそではね、津軽甚句から教えたり、りんご節から教えたりっていうところもあると思うんですけど、まあ、うちではもう最初にこう1段を、やっちゃいます。でね、そんなに引っかかる人はいない。みんな大体ちゃんとすぐ弾けるんですよ。で、これがうまく弾ければ、もう曲弾きだろうが、そのジョン・カラ節の曲弾きだろうが、まあ、他のこう大民謡とか、まあ、他の民謡も全然怖くないし、で、逆にこれしっかり抑えられてないと、多分何弾いてもクオリティが上がっていかないっていうことなので、これ非常に大事な一曲になります。で、まず、デモンストレーションやっていこうかな。通常のテンポとスローと、両方やってみたいと思います。っていうような、まあ、ちょっとミスっちゃったんですけど、まあ感じになります。あれ知ってるフレーズと違うぞみたいな、ちょっとこれ違うんじゃないのっていう人もいると思うんですけど、これね、一段ね、何が正解ってよくわかんないんですけど、人によって違うんですよね。まあ、流派によって違うっていうのもあるし、流派の中でもちょっと人によって弾きだったり救いだったりみたいな、まあ、ちょっと譜面見てもらうとわかると思うんですけど、まあ、カッコハとかカッコス、まあ、救いでも弾きでもどっちでもいいよっていうのがあったり、まあ、押し鉢してもしなくてもいいよっていうのがあったり、まあ、ちょっとね、なんかその他流派っていうか、なんか、あ、こういうのもあるなみたいなのもちょっと紹介していこうかなと。まあ、譜面の5行目の一小節目、なんか4が2回余計に叩かれてるんですね。
4が2回多いやつもあります。でこの4が2回多いがゆえに、僕がさっき引いたやつはなんか途中で4分の1なんか半拍ずれるんですよ。でもなんかこれ2個入れてあげたことによってこう青いところで帳尻があって、結果ずっと4分の2でいけてるみたいな、まあ、こっちの方がまあすっきりしてるようなっていう感じはします。あと、1行下、6行目の2小節目、僕が430003ってやってるところをっていうのが、まあ、33でもいいかなっていう人もいますね。んで、1ページ目の最後から、2ページ目にかけて最後っていうところ、これが2回ずつだったんですけど、僕あの3回やってる人もいる。で次の手だったら3434が04になってたりが、これまた3回やったり、で最後、まあ、勢い余ってっていうか、まあ、46の3に入ったりみたいな、まあ、バージョンもなんか結構あるかなと思います。で、まあ、この辺は、まあ、そんなに、まあ、大事じゃないって言ったらあれですけど、まあ、別に何でもいいかな、なんかその聞いて合奏するときに、あそっち行くのねみたいな、あの合わせる感じで全然いいと思います。あとは、楓っていうのがありますよね。なんか1オクターブ下行くやつ、こう登っていくところをっていう風になんか 下の1オクターブ下から入っていくやつもありますね。でそれもちょっとやってみたいと思います。まあ、みたいな、から分岐してくるみたいな。いやこの辺もなんかそう被っちゃうと恥ずかしいんですけど、まあ、事前に決めといてもいいし、多くいる中で一人だけちょっと低音を足すっていうのもかっこいいと思うんで、まあ、余裕があったら、まあ、そういうのもありますよっていう感じと、まあまあ、フレーズもいろいろあるんですけど、そう、まあ、大事なのは、ね、そこじゃなくて、そう一段で学ぶべきなのはこれね、そのこう、まあ、持ち方、叩き方とか、すくい方、押さえ方、移動の仕方、ゆりとか、まあ、その、三味線のこう各種テクニックっていうのを確認を、まあ、もちろんちゃんとするんですけど、まあ、それだけじゃなくて、ちゃんとね、この音量、ダイナミクスだったり、リズム、タイミングとか、っていう要素をちゃんとこう、押さえてるかっていうところですね。で、これがすごく大事で、まず、その音量、ダイナミクスの要素何かっていうと、例えばこう後ろ鉢か 100% の音量かっていうところ、その最初の方って結構みんな一生懸命叩いてんだけど、でこういうデレダダダってなんかこう8部でこう連打するとこになって急に音量が落ちちゃったりとかするので、でそういうなんかその前鉢じゃないところ、後ろ鉢ってなってるところをいかにこう毎回 100% で叩けるか、これが90になったり80なんかだんだんこう力弱くなってったり、フレーズが速くなると音量がちっちゃくなるとかっていうことがないように、複雑なフレーズでも毎回その一定の音量をキープするっていうのができてるかどうかとか、ねじめね、しっかりできてるかどうか、こういうやつねではなってない、こういうところでしっかりねじみがピシッと止まってて、音量が大きくなっちゃってないかとかいうのも見ますとか、あとはその前後鉢の4拍目がちゃんと音量が落ちてるか、まあ、50% ぐらいかな、この1234ってこう34を 100% で叩いちゃう人も多いと思うんですけど、そういうところが1 3 4 1 2 3 4 3 4、タントンタントンってこういう風にちゃんとしっかり前鉢につなげるように音量をちょっとわざと緩めるっていうのかな、 50% ぐらいにちゃんと落とせるかどうかって、そういうそこでこうちゃんとグルーブができてるかどうかっていうのも一段でしっかりやっといた方がいいかなと思います。あとリズムで言うとよくやらせるのは
全員にやってもらうんですけど、1小節を8分割つまり16分音符でカウントできるかどうかで、1,2,3,4 って言いながら弾いてみましょうって言うんですね。でその時1,2,3,4ってカウントすると4カウントになっちゃうんですね。4カウントになっちゃう。これをちゃんと1文字ずつ1,2,3,4って発音するとちゃんと8拍になるんですね。だから1,2,3,4じゃなくて1,2,3,4って1文字ずつしっかり言いながら弾いてみる。例えばこんな感じ、みたいな感じで、こういうのがしっかりできてるとその「い」って言ったタイミングでしっかり打つで「1」で上げるとか、そのビブラートも「1,2,3,4」とか、その全てのテクニックがちゃんとどこかの文字どこかの拍にしっかり当てはまるんですよね。でこういう各テクニックが適切なタイミングで行えてるかっていうのもこの曲で養えることなので、この1段もう1分ないぐらいの弱ぐらいの曲の中でしっかりこういうテクニックをちゃんと詰めておけば、あとフレーズが難しくなったりこう長くなったりしても弾き方は全く一緒だから、強くてニューゲームみたいな、いきなりこううまく新曲を弾けるようになるので、これはねちゃんと1段のうちにしっかりやっとくといいかなと思います。早くねこういろんな曲をやってみたいとかって思ってすごく焦る気持ちもあると思うんですけど、1段でここをしっかりやっとくと次もう2曲目3曲目以降もすごくこう楽になって、あもう何弾いたってもう一緒じゃんみたいな感じになるのですごくおすすめです。とまあその1段っていうのはねこうすごく大切な曲になってますので、しっかり、もう一回こう、まあ、覚え直すっていうか、もう一回テクニックとかいろんなものを、確認し直してみてください。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。